生きてる サンサラ、なんか来た。寿司？早くない？寿司来た。腹減った味。ダウンはない。お、来た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 。いくら？どうも。いくらでしたっけ？はい、よしよしよ。9130円。130円。131円。いかんで。領収書ありますか？お尻出ちゃった。お尻、ごめんなさい。お尻出ちゃったすぐ見るんだから、お尻ばっかり。なんで見るの、お尻。これですよ、3人前。これで1万円だって。嘘でしょ、嘘でしょ。これで1万円。ガリ多め。あ、社長です。これ1万円だって。高いね。高いね。少なくね。高っ。マジかよ。少ないな。そうだな、お前。食べないの？いや、私は。食べる？いや、食べない。うん、あんまり食欲は。嘘。じゃあ俺食べちゃうよ。食べちゃってください。いい。はい、私もう何。お風呂入れてくれる？スクボッチ。はい。ああ。ごめんなさい。はい。ちょっとまず。どうしましょうか、これで。はい。どうしましょう。でかいのな、領収書。でかっ。いいのかな、高いな。さっちゃんから、あ、リーチありやす。久保山さんね、今からお風呂入るんで、ちょっともう限界ですね。もうそろそろ真っ裸になっちゃうんで、うん、久保ちゃん脱ぎます。半袖だったんだ、久保ちゃん。半袖だった。スイッチオン。はい、あーちゃん、トンツクラスク。半袖だったわ、クォッチ。半袖。鏡気をつけて、オッケー。鏡気をつける。鏡どこに、あ、これだ。オッケーオッケー、気をつけろ。オッケー。入ってた入ってた、トコ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 歩いてた。恥ずかしかった恥ずかしかった。脱いだ。脱いだ。うん、つってる。うん。あ、脱いだ。脱いだぞ。どうしよう。くぼっちが大きくなっちゃったらどうしよう。どうしよう、パンパンで。ハニーちゃん。ハニーちゃん、ハニーちゃん、ハニーちゃん、大丈夫？ごめんね。コーチ、もう任しちゃって。ズボン脱いだ。うわ、スポンポン。スポンポン。脱いだ。真っ白やんけ、くぼっち。真っ白やんか。真っ白。あ、やばい。
鏡危ない危ない真っ白や今靴下脱いでる真っ裸の状態で靴下だけ履いてる靴下が脱げないかちょっと小山選手靴下届かない手が届かないしゃがんでるけど靴下が届かないあー 手が届かないわ届かないあ届いた OK 脱いだもう一個の靴下が脱げたあー脱げるか最後の片方あ手が引っかかんない手が届かない届いた脱いだ生まれたままの姿です小浜選手ただいま浴室にリングインですリングインですお腹のお肉でチンチンが見えなかったですねチンチン確認できませんし、うん、カーテンみたいになってましたねお腹のお肉がチンコを隠してましたねうん、パルちゃんと一緒です次はせいちゃんですねせいちゃんがお風呂に入ります、ね、ハニーちゃんに洗ってもらうドリチン、うん、気持ちだろうな多分今めちゃくちゃ気持ちいいんじゃないやってたんかな慣れてるよねなんか慣れてるなんだろう介護したことないんだ母性だろうね多分もう綺麗にしてあげたいっていう母性でやってあげてる多いよなすごいと思うでできないで普通しかも自分の子供みたいな感じで優しい口調でねなんか座ってとかさ大丈夫だよいしょとかさやってあげてるすごい優しいね口調が優しいうん聞こえるこれ今喋ってる声ハニーちゃんの声聞こえてる聞こえるうん母性が溢れてるすごいわ、うん、ほっこりするねうん今頭洗ってんのかなうんあプラチナさんいらっしゃるはいはい、出る、奈良ちゃん出て、出るよ7日ね、7日今どこ洗ってんだろうちょっと見てきますね、どこ洗ってるかのさお風呂に入っちゃってるわ泡だらけのなんか紫色のさ お湯に入っちゃってるこれちょっとツイッターにあげるわちょっと怪しいからツイッターにあげるわツイッターにいい
ちょっと見てください。ちょっとね配信だとちょっと怪しいんで、ツイッターにあげた。見た？僕のツイッター、ツイッターをチェックしないと見れません。フォローしないと見れません。見た？僕のツイッタープロフィール欄にあります。ウラルがフォローしてみてください。見た？かわいい。僕のツイッターをフォローしてる人だけです、見れるのは。ぜひこの機会にツイートフォローしてください。あわあわ、そう、かわいかった。見た？これは気持ちいいやろな。気持ちいいやろ。谷もすごい。だからちょっと配信見せれない。うん、ちょっとエッチな感じになっちゃう。見てきた。これで綺麗なるかな。赤が取れるかな。全部頭が臭かったよね。頭がこの前はね、頭が何回も洗わなきゃダメかもな。一回じゃ3回だね。3回割らなきゃだね。うん、ひげも剃る？3回だな。見れた？お金が出てきた？なんで？どっから？金玉から？あ、洗濯機からお金が出てきたって。だからだ。お金いくら？59円。あ、肌綺麗でしょ。すごい綺麗。髪剃り、ひげ剃り買ってきた？すごいな、ハニーちゃん。全然平気っすよ。大丈夫？みんな褒めてたよ。え、待って、ハニーちゃんすごいって。あの、仕事場で働いてるおじいちゃんの方が汚いもん。そうなん？うん。あ、ヒゲ剃り買ってくれたんだ。あるわ。あれ？ヒゲ剃り。まだ、あ、また見た。どうした？ヒゲ剃り。せいさん食べてください。いや、食べらんねえよ、そのハニーちゃんがやってる。全然私平気っすね。無理やん、そんな。全然、だってほら、あったかい、生ものだから、うん、楽しいっすよ、私全然。いや、兄ちゃんやってるのにさ、寿司食べれないよ。いや、本当に気にしないでください、うん、私楽しんでやってるんで。可愛いんで、こっち、うん、どうやって、あ、なんかめちゃめちゃ入ってる。これ、あれや、これどうやってやるの？カバー取れんね。はい、カバー取って、こうやって、はい、で、泡つけて、泡つけて、優しく、うん、こうやって、うん、はい。これはどうすればいいの？待っといて。もう一本だけ置く。息子にもらっていいですか？そうだ、ね、うん、俺も1本ちょうだい。はい。あ、俺2本ちょうだい。はい。あ、3本ちょうだい。3本。そんなに濃いんですか？うん。俺のホテルのさ、カミソリ痛いんだよ。はい。ありがとう。ていうか、くぼっちいらない？くぼっちいるよ。いるか。うん。で、一応コロコロは中入れたんで、うん、
これ大事なものは、うん、青い袋に入れてあります、うん、よし、取って、あ、これも取ってあげて、これも切らなきゃ、それで洗うの体どう髪の毛匂い取れそう、うん、もう3回目3回目 ?3 回洗った、うん、で、なんとかトニックみたいな、ヘアトニック、うん、ちょっといいやつ、うん、なんかね、うん、何どうしたの、可愛かった、可愛かった、おちんちんが、うん、うん、どんなおちんちんだった、女の子かと思うぐらいなかった、うん、なかったでしょ、うん、格納したんだよあれあの、使う時じゃないと大きくなんないしてんの、わざと、でもね、うん、体、俺もそうなんだけど、うん、本当にいざという時しか大きくなんないから、私あんなのパルちゃんもそう、パルちゃんもそう、そう、みんなそう、いざという時、でかくなるの、じゃあ私すっごいイカチイカチーの出てくる、私が今まで見たのは、うん、デカチンばっかだったってことですかね、そうそう、私初めて見ました、あの、そう、俺もちっちゃいよ、最初はね、あ、クボッチみたいに、うん、クボッチと同じ、みんなそうなの、信じらんない、じゃあ行ってきます、うん、お尻どう、ハニーちゃん見れる？ギュって言った？じゃあ痛がってた？一回だけ。ああね。じゃあなんか炎症起こしてんな。それをちょっと見てもらいたいね。うん。ユーロ来た。忙しいな。あ、ナナちゃんね。ナナちゃん。マドちゃん。マドちゃん、ラスコイ。今日リアトツして、あ、エビフライね、あ、どんぶりチャリアス、どんつく、ケツ、ケツちょっと見たくないな、ケツ見る、寿司食う前にさ、ケツめど見たくないな、飯食う前に食欲なくなるだよ、これ寿司飯食う前にケツメドはちょっとダメじゃない、ねえ、食べれなくなっちゃうじゃん、目の前にあるんだよ寿司が、ケツメド見た後食える、これきついっしょ、食後だったらいいけど食べなくなっちゃう、カレー、あ、カレーにしやがったね、カレー食いたいわ、あ、今なんかやってる、なんかやってるな、痛いよ、これいや、薬は買ってるね、ボラギノール見に行って、ひげ剃りしてるわ、まあ、兄ちゃん剃ったことないじゃん、男のひげなんかこうやってやってたの、わかんない剃れてるかっつって何回もやってる、こうやってだから手で当てて残ってるとこあったらこうやって剃ってって言って、病院行く？明日？逃げるんだよこの人、入院ですねって言ったら、一回もなんか前に入院したことがあって逃げちゃうんだ、脱走しちゃうんだって、
酒飲みてーっつってタバコ吸いてーってなって逃げちゃう。うん、ブラキノールは誰がやるの。彼女が。うん、すごいよなマジで。俺はナイスやってたらやるけど、うん、そうだよハニーさん必須になるよこれ。長い時そういうことになるよこれ。せいちゃん好感度上がる。寿司食った後でもいい。食う前はちょっときついな、ケツメドを見るのは。うん、それ写真撮ってさ病院の先生に見せるか。一回写真撮る。一回あのツイッターには貼れないから先生に見てもらう症状。行かねえじゃんあの子病院。これ何の病気ですか。脱行ですか、イボジですか。うん、オンライン診療オンラインで診察できる。写真で。うちのリスナーさんに先生いるんだよな、見てもらうか。そうじゃないとあんまりそう処置とかしない方がいいんじゃないの。なんかねえ、見てもらってからの方がいいんじゃない。ボラギノールはどうなんね、一回見てもらってから正しい用法用量を守らないと逆に悪化しちゃう可能性があるんじゃない。うん、その方が安牌じゃね。まだ見てない。うん、 DM した方がいいな。うちの実際に先生いるから見てもらう。素人判断をね、ちょっとね、うん、塗って大丈夫ブラギノール。本当痛いかって言ってる。あれじゃないヒゲじゃない。ヒゲ、うち先生いるからさ一人見てもらうか。塗った方がいいの？ボラギ。302号さん見て、302号 DM ください。ああね、ああね、あ先生ね、うちの先生ね。先生どれだっけな、先生どれだっけ、あれ先生どれだっけ、先生 DM どれだっけ。あ、これだ。あ、あ、来た来た。患部が可能している人、うん、場合は、ボラギノール使わないでください。オッケー。
可能してたら塗らないでって。可能してるか見に行かないか。寿司食う前に見んの？可能してるか？わかる？産んでる？産んでたらダメ？見ないと？写真いるよ。写真撮るか。クパーしてもらうか。どっかで四つん這いになって。どっかでクパー。写真撮ってもらう。ハニーさんに写真撮ってもらう。クパー、なんだ銀の字って。何銀の字って。クパー、ケツメド、ライン、ライン、ライン通仕事、これも頑張る。寿司食いながら撮れないっすね。寿司食いながらはちょっと、うん、寿司食いながらきついな。きついだろう。ニコ生行くか。ニコ生あかんやろ。え、ケツメドいけんの？ニコ生無理やろ。いや、もうそれ炎上するやん。あ、写真見てくれるって先生。なんか洗ってる。 FC2 炎上するやん。それ炎上するやつやん。ホームレスのケツメドを配信で晒した男ってなるやん。あかんやん、それ。あかんやん。なんて読むの？まちゃこさん、なんて読むの、それ。じ、じ、なんて読むの、それ。じえ、なんて読むの。じろう、じろうって何。じろうって何。何、じろうって。ジローラーメン。ジローラーメンになってたらやばいってこと。どういうこと。何ジローラーメン。ジロー系。どういうこと。ジローって破裂するやつ。あー、海が溜まって膨らんでるやつ。海の袋。それあかんな。金梅さん、次郎電池パックさ、充電したいな。電池パック。トゥルントゥルン、ヒゲめっちゃ綺麗。トゥルントゥルンやで。やば。
赤ちゃんみたいな、赤ちゃんちょっと写真撮ってきていい？めっちゃ綺麗になってる。これさ、チンコ映ってるかも。チンコ映ってるかも。ちょっと待って、確認する。チンコ映っちゃったかも。映ってないかな。あ、ギリ映ってないかな。オッケー。今またツイートしたんで、あの僕のツイッターチェックしてください。めっちゃ綺麗になってます。ツイートしました。僕のあのプロフィール欄から X に飛べるんで、必ずフォローお願いします。今 X にあげました。第2弾ギリギリっす、ギリギリ。見た？やばいっしょ。赤ちゃんよ。ギリギリすぎた。ギリギリっす。僕のツイッターフォローお願いします。すごいっす。めちゃくちゃ綺麗。これ腹水とかじゃないよね、お腹。これでも、あ、腹水かな。お腹どう？お腹の大きさどう？これ腹水かな。これ病院行った方がいい？異様だよね。先生どうですか、これ腹水の可能性あります？なんか変な形してるよね。肝硬変になってるかな。肥満？脂肪？どうだろう、顔がこれですよ。ツイッターない人特別にめちゃくちゃ綺麗になってます。赤ちゃんです。トゥルントゥルンス、綺麗でしょ。めっちゃ綺麗だったで、これもう臭いなんて言わせませんよ、これ、言わせないからね、臭いなんて、めちゃくちゃ綺麗。やばいっしょ。普通のおっさんだった。こんな変わりますね、お風呂入ったら。すごい可愛いじゃん。髪の毛も長いんだね。長いね。さっさ、切る？いや変に切ってもな、お前いじめかとか言われるやん。アンガー変にさ、ウォッチいじめてんのかお前ってなるから、ちゃんとしたこと切んないとダメだよ。もしかしたら、なんでも腎臓もしくは栄養失調、ウォッチトイレ行かないのが気になってました。先生から診断ですね、オンライン診断。そうなんですよ、トイレ行かないんですよ先生。来ました、オンライン診断。
腎臓もしくは栄養失調。トイレ行かないですね。腎臓水分が全部酒なんですよ。どっか悪いかもしれない。おかしいよね。うんこは行くっけ。うんこ行くっけ。でこのお腹の張り具合ね、どっか悪いんだろうな。うん、屁は濃く、酒飲みすぎ、食欲あるっすね。あ、美容師リスナーさんいたら助かるっすね。美容師の方いたら、いるかな。水2リットル。レイジいる？レイジいるか？せいじさん事件で。どうした？うん。お風呂、お尻を洗ったんですけど、うん、お尻の筋肉が硬すぎて、うん、ボラギノールが入るかどうか。嘘でしょ？え、ギューって閉まっちゃうの？閉まってる、すんごい閉まってる。開かない？開こうとしても、すんごい筋肉があって、うん、開こうとしなくて。え、どうしよう。じゃあケツの穴が洗えないの？え、洗いました。洗えた？それは洗いました。なんで？だからそのグワッてができないから。クパができないの？だからこの隙間で洗ったけど、うん、よく。でもそこで開けてみたんだけど、うん、拒否してる。石鹸つけてみて。石鹸。ミニ。じゃ、四つん這いにしたら、四つん這いに。だからここにやるけど。うん。ちょっと待ってよ。男の手で開かないと。でもすごい綺麗だから、せいじさん触れる。触れる？うん。痔はどうなんだろう。なんかケツ触った瞬間どうだった？ボコってなってた？それが中身が見えないですよ。見えない。はい。お尻に力が入りすぎちゃって。そんな力入れてんの？はい。で、多分お尻が痛かったのか、うん、立てって言ったら、うん、すぐ立った。一瞬で立ったから多分相当痛かった。痛かったんか。恥ずかしいのか。いや、でも万歳してた。万歳した、うん、すぐに可愛く。うん、見てあげる。入れるのは別にいいんですけど、うん、力が多分私のすんごいギュッてするから。そんなに、うん、これって、うん、干潮タイプなんで、うん、多分ブスって刺されてたの、そこまで行ったら、うん、あ、ボラギノールって何、はい、ミサイルな、ミサイル、うちのタイプにしました。ミサイルタイプ。はい、ミサイルってですか。してあやちゃん、これにしろって言ったから。で、可能してたらダメらしい、お尻が。あ、これをムニュって入れんの。そうみたい。だ、外も中も切れてる。うわ、痛いんじゃねえこれ。絶対痛いべ。注入タイプ。それが案外気持ちいいんですよ。気持ちいいの？した時は。うん。これで一回で元気になる？治る？何回もやんの？多分一応二三日やんのこれ。うん、やらなきゃいけない。そう。うん、痛いか。うせいじさん、本当生もん腐っちゃう。え、だ、食べていいのこれ？いいです。本当にいいです。なんだろう。だって私は。ハニーちゃんやってくれてんのに。いや食べれないよ。本当に食べてください。私はくぼちと楽しんでるの。くぼちできた？食べれよ、おい。おいでおいで。こっち閉めた方がいいですか？くせりさん向きですよね。うん。声が入りたいんだよね。声が収録したいから。くぼち来て。出ちゃった。髪の毛がね。あ、来た。来た。髪の毛どうだろうな。匂いなくなった？臭いの。ニンニク食べた？ニンニク臭いの？うん、ニンニク臭い。焼肉定食食ってん。
それじゃね、松屋って結構臭いからね、ニンニク。めっちゃ綺麗やん、肌。え、毛が生えてないやん。え、太ももとか毛ないやん。脱毛行った？めっちゃ綺麗やん。笑ってる、ニコニコ。あの、もみあげの長さが違うんですけど、どうしたらいいか。まあ、それはまあ散髪行ったらどうにもなるから。はい、どうぞ自分でやってください。自分のことはこれ置いて。電波悪い、マジかよ。置いて電波悪いの。もうダメ、あ、洗ったとこ。一瞬じゃなくて大丈夫やろ。なってないべ、大丈夫。貼り直して貼り直して、入り直して、入り直してください。治った、大丈夫、今 OK、 治った、大丈夫だけど、全然大丈夫、治った、お尻今から見る。ちょっと今ね、上着替えてる、トレーナー着てるよ、スヌーピーのトレーナー。寿司まだ食ってない。着るんだよ、着て、そうだよ、今ね、もうパーカー、もうパーカー着た。めっちゃ綺麗になってるやん。背中拭いてないでしょ。くるくるってなってる。うわ、嬉しそう。女の子にやってもらって、わざとわざと補助してもらってる。できんのに甘えてる。うわ、赤ちゃんやん。わざとやん。背中でさ、くるくるって丸まっちゃって、トレーナーがさ、わざとこうやってできないみたいなやってやってもらってる。笑ってるよ、笑ってる。じゃあ次は四つん這いになってください。こうふこうふなって頑張って、お薬入れるから。四つん這いになった、四つん這い、あ、四つん這いになった。お尻広げて、足広げる、足広げるの、くぼっち足広げてごらん。 あれ、股ずれもしてない。またずれしてるな。すごいして、うわ、またずらしてる。これまたずれなんじゃない、イボジじゃなくて。ちょっと行ってくる、またずれだ。写真撮るわ、先生に送るわ。ちょっと広げて。めっちゃ筋肉入ってるじゃん。痛い？痛くない？股ずれしてんな。痛かった？今お薬入れたからね。先生送りますね。はい、ちょっと分かりづらい。今お薬つけたから、股ずれしてるわ。先生送りました今。ちょっと分かりづらいな、これ。てかね、イボジではないと思うんだよな。膨らんでないんだよな。お股っすね。お股なんだけど、お尻に今ブラギノール入れたんですけど、思いっきりこう筋肉を入れて開かないと。キュッてやってるんですよね。で、入れるじゃないですか。プルプル震えちゃって、痛くて多分我慢してる。足さ、もうちょっと広げるとさ、おむつが入らんのよ。ベビーパウダー、あ、軟膏を塗ってあげる方がいいと思います。軟膏、
何個これじゃあさ、くぼちこと自分で持ち上げてごらん。くぼちゃん手が短いから届かないんだよ、パンツ履けないんだよ。おもた、じゃあ開けて、おもた開けて、ダンって、おもたを、おろない、ワセリン、よいしょ、これ持って、そう、よし、入った、アロエ入ったね。どこにいるの、足のとこに、お尻の筋肉の硬直は腰から来てます。腰、お尻の筋肉の硬直、腰が悪いの？腰は悪いっすね。腰が悪い？フルコート、フルコートステロイド、腰が悪い。リンデロン、リンデロン、よいしょ、よし、開けた、開けた、え、早くボッチから自分で開けれるかな、足、助かった、はい、じゃあここ持って、あのね、腰曲げれねえんだよね、だから靴下もきついんよね、はい、補助がいるよ、これズボン履けないんだ、一人で、立った状態で。両足今入れたズボン、ようやく今映れそう、ようやく映れそう、今出来上がり、入るかな、よっこらせ、どっこいしょ、お腹大きいな、どっこいしょ、入った、すごいな、お腹かわいい、こぼちょいで、こぼちょいで、イエーイ、くぼちょいで、よいしょ、疲れた、綺麗になった、手見せてごらん、手、手見せて、手、こうやって手見せて、うわ真っ黒だったのに真っ白になってる、うわめっちゃ綺麗、こっち見せて、うわめっちゃ綺麗になったよ、顔も、顎も綺麗、綺麗、顔、うん、めっちゃ綺麗やん、かわいい、気持ちよかった、うん、座っていいよ、今お尻さ薬入ったから、うん、治ると思うから、うん、ね、座ってごらん、お酒飲んでいいよ、飲みたいな、飲みな、食べる、お寿司、ちょっと掃除かけていいですか、いいよ、座ってごらん、ご覧して、変な座り方すんな、腹が突っかかってる、プハーする、プハープハーしていいよ、手が届かない、化粧水塗るか、化粧水、そうっすね、化粧水、うん、ファニーちゃん化粧水ある、化粧水、ファニーちゃん化粧水ある、化粧水、乳液みたいな、どれ、これ、もっとこっちが、これがスプレーでかけたり、これがいい、これがいい、いや、まずこれやってください、はい、パックもありますよ、うん、これ顔ね、うん、はい、目閉じて、うん、口も閉じて、うん、で目は閉じて、うん、はい、手伸ばして、うん、手伸ばして、手伸ばしてって、うん、だから手伸ばしてって、手で伸ばしてって、うん、そうそう、手で伸ばすの、うん、そう、オッケー、ほんで手出して、手出して、手出して、こう、手出して、
だからこれはつけるから、うん、こっち そうじゃない、こっち向き、手こっち向き、逆向き、こうそうそうそう、これを手で伸ばして、手伸ばして、そう手伸ばして、そうそうそう、伸ばして、そうそうそう、目に入れないでよ、うん、オッケー、余った余ったら拭こうか、それびちょびちょちょちょ、塗りすぎた塗りすぎた、ちょっと、うん、大丈夫、手の甲にも全部塗って、余ったやつ手の甲にも全部、うん、全部塗って、うん、クリーム残ってんじゃん、真っ白やんか、手の甲にも塗って、うん、手の甲、手の甲、さあ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 、余ったら全部、ぐちゃぐちゃで、首の方も塗って、うん、余ったら首の方も全部、そうそう、オッケー大丈夫か、え、食べてない、センさん、うん、食べてや、だみんなほら頑張ってんのにさ、俺だけ食えねえ、いやいや私頑張ってないです、何も、うん、普通にあの洗っただけでも、これえ、なんか水分補給だって、水分補給させてって、あ、これ、これじゃないと、くぼち、何飲みたい、チューハイがいいよ、お茶がいい、それでいいっすね、開けてどうぞ、あ、手に取ったものはお酒です、ちょっと私、一服したら恋なんだね、聞きます、あ、ね、あ、お金出すよ、あ、細かい、いくらぐらい、2、3円ぐらいいるか、いやいや、そんなにない、いくらぐらいいる、1時間、うん、だから500円ぐらいかな、よし、1000円持ってて、で、あれ、ハニーちゃん、はい、ハニーちゃんですね、ハニーちゃん、はい、バイト代、えー、いいっす、いいっす、ダメ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 、あ、ダメなんです、ダメダメ、写さないでください、なんで、ダメです、ダメです、バイト代ダメだって、ハニー、バイト代だって。いいの？いいの？いいの？もらって。いいの？早く。ありがとうございます。うん、で、コインランドリー、コインランドリー代。あ、まあ、500円ありますよ。いや、ダメだって。はい。いいの？うん。ガソリン代。いいですか？うん、いいよ。本当に。うん。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます、うん、なんか別に大したことしないのに、うん、みんながハッピーならそれでいいんだよ、そう、みんな幸せじゃないか、そうです、幸せになりましょう、皆さんで、ちょっと一服してから行っていいですか、うん、うん、じゃあすいません、ありがとうございます、うん、ね、皆さんありがとうございます、うん、みんなが幸せになればいいよ、うん、楽しもう、残りの人生ね、どん疲れすくい、あ、トゥーちゃんです、よくやってくれた、え、全然すごいぞ、コメント欄見てみ、お前コメント欄すごい、拍手喝采、スタンディングオベーションだよ、ふわっち全体が、え、私、うん、あのふわっち入ってもいいですか、うん、ダメ、弟子にしてください、うん、やるよ配信そう、やれよ、マジっすか、うん、すごいぞ、好感度爆上がりだ、マジっすか、うん、全然余裕で、コメント見てみ、今、え、すごいぞ、お前、え、自分の携帯どこやったんだろう、すごいぞ、お前、え、本当ですか、ビッグベアリアス、その分のセイジさんにお願いします、すごい評価高いぞ、ああ、これは普通できないよ、お前ね、できないよ、ホームレスを家に入れて、ありがとうございます、うん、いやー、あー、どん作らすか、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、なんか、ね、化粧取れると恥ずかしくなっちゃう、うん、あー、マサハムさんです、すごい、ありがとうございます、すごいよ、ありがとうございます、テレビがどん作らすか、あ、あ、リンゴちゃんです、ありがとう、付き合ってください、付き合ってください、付き合ってください、あ、付き合ってくださいって、
あ、ビッグボナスです。これはナイスな配信ですね。ナイスな配信です。でも私全然、皆さんのおかげです、皆さんが見てくれたからですね。ここまで応援してくれたからこっちも幸せになります。見てる皆さんも幸せになります。いい配信ですね。ありがとうございます。ナイスです。こっちも泣いてます。すげー、すごい、ファンタスティック来た、ミラコ、すごい、アーリアス特命さん500個、アーリアス、こちらです、500個です。ファンタスティックアリアス、コーチ飲みな、飲みたいなと、開けておこうか、プハーする、気持ちいいと、お風呂上がりのプハーは250個、大花びらです。ジューチャーリアス、アンチャーリアス、250個遠慮してる、すごい人数ですね、すごい泣いてる、うわ、美味しそう、くぅー、くぅー、まっさに飲むな、あの、せいじさん、私、あそこ行くんで、うん、本当生もんなんで、うん、帰ってください、うん、ハニーちゃん、アカウントはって言ってるよ、ハニーちゃん、素晴らしい、どんつくカルサリアス、うまい、うん、最高、気持ちいいでしょ、お風呂って、うん、ね、また入ろう、お風呂、いや、すごい、すごい、洗濯してくれてるか、今、洋服、あ、違います、今の、違います、何、あの、ちょっと汚れてたんで、うん、捨てた、殻で洗ってます、え、殻でちょっと洗ってます、殻で洗ってる、殻、はいはい、で洗ってるっていうの、とりあえずちょっとあの、いっぱい汚れついてたんで、うん、ちょっと一回、殻で洗って、あ、今、殻で洗ってるのね、あ、洋服が入ってない状態で今洗ってるってことね、一回じゃ取れない、違います、違います、取れて、うん、で、ジャンバー洗いたいけど洗っちゃっていいですか、どうします、リスナーさん、ダウン、ダウンでしょ、そうそう、ダウンって洗える、洗える、かんない、どうなんですか、手のとこが汚れてるか気になる、洗えるの、洗えないですよね、そのダウン気になる、大丈夫、洗えるって、っていうか洗えるって言ってるよ、ネットに入れたら大丈夫、あなたのベッドのホワイトで1位、アイディングかけて、ありがとうございます、うーわー、ありがとうございます、ありがとうございます、徳別さん、りんちゃん、これこれです、さあこれ弱で洗う、あ、おされ着洗いで、ネットに入れる、弱でダウンを洗えなくない、中に何が入ってるかによる、泣いてる、よかったね、くぼっち、ねえ、うん、めっちゃ綺麗になったやん、うん、速報です、立ってる姿が反り腰といって、座骨神経痛か、なんだろうこれ、なんて読むんだろう、狭いに絞る章、狭い絞る症、なんて読むんだろう、から来てると思います、お腹は内臓系の疑いです、範囲が広いので、リンデロンとかフルコート狭窄症から来てると思います、範囲が広いのでリンデロンとかフルコートだと相当な量がいるので、まずはワセリンかベビーオイルで水分を十分皮膚に染み込ませてあげてください。痔ではないですね、相当腰が痛いんだと思います、だから車に乗ってる時腰もかばってましたし、歩いてる時も体が傾いてました、腰が悪いんだ、腰が痛いの、うん、腰、うん、腰が痛いの、大丈夫、大丈夫ですね、うん、腰をかばってんだって、うん、うん、腰痛持ち、整骨院行けばいいのこれ、うん、腰だって、オンライン診断の結果、お腹は内臓系の疑い、うん、うん、あー、どんつくらすこい、じゅうちゃんです、かばってるよね、確かに、でも狭窄症、なんだ狭窄症って、腰が痛い、股ずれも起こしてる、うん、股関節も痛い、狭窄症はなんだ、
座骨神経痛、座るのも痛いよ。座骨神経痛は歩けない。整体、整体に行けばいいの。いいとこ知ってますけど。コンクリートにずっと座り続けたから座骨神経痛になった。もしかしてヘルニアの一種。外で寝てるし腰だよ。確かに外で寝てたら絶対腰痛くなるな、うん、ああなるほどな。コンクリートの上だからだ、ね、うん、コンクリートだから痛いからね、うん、腰が痛いんだ。どこら辺が痛い、うん、どこら辺が痛い、うん、真ん中、うん、真ん中どこら辺が痛い、この辺が痛い、腰痛いの、うん、よいしょ、この辺に貼っとこう、3つぐらい貼っとこうか、とりあえず、うん、ね、うん、暑い、汗かいてるよ、うん、よいしょ、優しいな。よいしょ、風呂入ったからか汗かいてる。暑いんか。ちょっと持ってきたよっか。ちょっと待っててね。ふわっちって言っちゃう。くぼっち。くぼっちだよ。ふわっちじゃないよ。くぼっち。さっきからお風呂の中でふわっち。いや、いない。今日は。あ、そうなの。うん。でもこのまま体が綺麗だったらどこでも行けるやん。どっか連れて行くか明日。あ、ムーさんです。僕はでもどこでも連れていけるやん。あー、ニリちゃんです。参考臭い、うん、嘘、前ね、森山くんちでお風呂入った時臭かったよ。もう臭くない、本当臭くない。ちょっと嗅いでいい、こっち、うん、いい、わかんない。あ、臭くない、臭くない、あ、ちょっと臭い、あ、ちょっと臭い、やっぱこっち届かなかったので、うん、臭い、ちょっとこっちは多分大丈夫なんですけど、ちょっと、でもおじさん匂いする、まだおじさん、でもそんな強烈な匂いじゃない、多いですよ、明日、うん、どっかで美容室かどっか行って綺麗に洗ってもらう、もう一回プロに、ちょっとおもちをサラサラにした、うん、うん、うん、多分お姉さんは美容師なんで、うん、そういう気質っていうか、うん、あるんですかね、なんか嫌じゃないと思う。あ、ドンツクラスかい、まやちゃんです。ちょっと臭かったです。ちょっと臭かったか、うん、ごめんね、これが分かんなかった。あ、それはもみあげなのかな、どうなんだろう、これ切りたいんだけど、うん、ひげなのか、なんだそれ、ドライ使ってもいいですか、うん、なんだこれ、耳毛か、うん、こういう、ね、その人は出したよね、うん、お、大丈夫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 、おお大丈夫、すいません、音うるさいです。うん、ちょっと音うるさくなります。すいません。めちゃくちゃロン毛やんか。めちゃくちゃロン毛やん。めちゃくちゃロン毛やん。プレスリーとか言われてる。もみあげ、プレスリーやん。プレスリーやん、これ。どう、なんか絡まっちゃってる、絡まっちゃった、うん、
ってる。なんだろうこりゃ、固まってるねここ。あ、ほんとだ、ガッチガチや、ガッチガチ。なんで、なんでなの。ガムでもついた。ガム、ガム、うん、いい匂いする。いい匂いする。なんだ、切る、そこだけ。いや、切ったらおかしくなっちゃう。うん、だってせいじさんが美容師美容院行くなら、うん、でもどうせ切っちゃいますね。切るよな。切るか、どうする。ちょっとこの辺の毛玉だけど傷んでる。美容師リスナーいます、こういう場合どうしたらいいですか。美容師のリスナーさん、もう絡まっちゃってる場合どうしたらいいですか。美容師のリスナーさんいます、切った方がいいのこれ。綺麗。ちょこっと切れば、うん、押せれる。あ、でも大丈夫。ほどけた。大丈夫。うん、あ、いけた。いけた。ちょっと待って、自分の手が疲れる。バターつける？ごま油。やや。うん？せっかく綺麗にしたのに、今ね、ヘアオイルつけてるんですよ。あ、そう。はい、めっちゃ綺麗になったよ。こっち。いけたかな、いけたかどうか食べてみよう。いけた。ロン毛やん。おー、ロン毛やんか。うわ、くぼっち、めっちゃ匂いしてる。どうした、どうした。すんげえ髪。なに、なに、すんごい抜け毛、すんごい抜け毛。どうした、すんごい髪が抜けたね。抜けたね、私。ロン毛だね。すんごい抜けてる。こんな長かったのあんた。こんな長えの。プレスリーやんこれ。長、ウルフこれ。じゃあこれで解きますか。尾崎、ジャンボ尾崎。どうせこのお菓子を買っちゃうんでごめんなさい。失礼なこと言って。めちゃくちゃ長えやん。綺麗、ほら。ほんまや。後ろから見たら女の子。女の子やんかこれ。すごい抜け毛。抜け毛がやばい。やばいっすね。モンジョリアンって言われてる。モンジョリ。モンジョリ。モンジョリ。なんでモンジョリ。モンジョリって言われてるね。ななちゃん。藤沢奈々貼ります。どんな髪型が似合うんだろう。モンジョリアン。いいよ、もう可愛い顔なんで。どんどんいいよ。うわ、気持ちよさそう。最後はちょっと冷たい風になるけど、そして最後の仕上げいくよ。よっこせーの、せいじ。かわいい三つ編みしたい。三つ編みしたらどうなの、かわいくなるの。かわいくなるかもよ。ダメな、私こういう人見ちゃう。かわいくするか。うん、かわいくしたくなっちゃう、うん、チョンボしてもいい。うん、かわいくしよう一回じゃ。ここにゴムがあるんですよ。ちょっと待っていいですか。あ、ないかな。これ。あ、ちっちゃいゴム。これでいい。うん、これでいい。うん、かわいい。かわいくしようじゃん。ひな祭りだからね。いいじゃん。あ、かわいいわ。かわいいね。うん。こ
可愛くしよう。ピッと、うん、でもこっちは清潔感あるわ、こっちの方が。そうなのかな、うん、そしたら髪の毛くちゃくちゃにならないかな。久我山尚子になって、こっちはちょっとこれで試してみたいな、うんうん、どっちがいい？どっち？女の子。あ、まっすぐになったよ。どっちがいいですか？まっすぐになった。うん、あ、綺麗や。長いな。なんでここだけ長いんだろう。ですね。こっち自分で切ってんのかな。後半へ続く。どっちがいいですか？三つ編みの方がいいですか、うん、どっちがいいですか、リスナーさん。三つ編みとストレートか、どっちがいいですか。三つ編みとストレートどっちがいいですか、皆さん。三つ編み、あ、三つ編み多いわ。三つ編み、うん、へぇ、三つ編み多い。じゃあこれはやめて、よし、三つ編み入ります。お願いします。切ってもらいました。こっちのだけなんか毛量が多いな、うん、うん、かわいい、うん、がかわいいね、うん、がかわいい。あとせいじさんが真似するのもかわいい、うん、腰痛いと思う。めちゃくちゃもういつもコンクリートで寝てるから、もう体がバキバキなわけだね。ここ触って、背中もここ触ってみてください。あ、あーカチカチだ。ですよね。あ、カチカチ、やばい。ガッチガチ。ガッチガチ。やばいわ。ここだけがすごい。あ、なんか鉄板が、なるわそら。鉄板が入ってるみたいに。うん。こっち米遊んで。おごち食べよう、うん。お寿司食べようよ。うん、あれあれあれ。ごまるじゃん、そこに。かわいい女子高生みたい。かわいい。かわいい。かわいい。よし。だから腰を曲げるのがすごいしんどそうなんだよね。あ、私いらないコルセットがあるわ。そう。かわいい。よかったね、うん、さっぱりしたね、うんうん、腰痛いでしょ、うんうん、ここ、そこ柔らかいとこ座ったらもっと痛い。あ、ここ座る、ここ痛いですかね。ソファー座る、腰痛いから、うん、ゴロゴロしていいよ。ちょ、ここ座り、うん、ここっち、ここ座り。下痛いから、うん、ここ、ここ座り、うん、上、うん、痛い？大丈夫？ここ座り、痛いんだよ、ほら。ゆっくり、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 よっこらしょっと、あららら、ちょっと近づけないとね。届く？お酒、お酒届く？届く？
食べてよ。うん、醤油かけちゃっていい。うん、食べ。ひな祭りだから。食べ。よ。これ小皿って。小皿。お母さん、おいしいお弁当、おいしいお弁当、いただきます。よ。食べてよ。寿司好き？うん。何が好き？中トロ好き？中トロ。中トロから行った。うん、美味しい。美味かったね。うん、幸せ。こっちこれ1枚もすんね、1万円。1枚の寿司。それかけたよ、かけた。いっぱい食べて。うん、ね、ガリも食べて。うん、ガリで。泣いてる？うん、うん、泣いてないよ。うん、泣いてもいいんだよ。うん、泣かない、うん、おしっこ出てるよ。うん、本当に。うん、ボタンエビちょっと小皿使ってよ、こぼすから。エビ好きな。うん、尻尾食べたらダメだよ。うん、尻尾、うん、ダメだよ、食べちゃ、うん、全部一気に切れてる、尻尾まで、うん、ダメだ、食べ、うん、今日ひな祭りだからね、うん、ハニーちゃん食べないのご飯。うん、ちょっと今一服中。うん。
尻尾分解しなくていいんだよね、うん、あ、なんで尻尾分解した、うん、あー、尻尾の中に入ってる肉を全部潰して食べた、うん、すごっ、なんで、うん、そんなしていつも、うん、全部ひねり潰して、うん、エビの尻尾に詰まってる肉をむにゅってやって綺麗に食べた今、うん、すごっ、うん、子供の頃かな、うん、なんでそんな食べ方知ってんの、うん、育ちがいいの、うん、びっくりした今、うん、マジで、うん、育ちがいいんだ、うん、残しちゃダメだから、うんうん、ごめんな、くぼっち、うん、ちゃんとしてるよ、うん、寒くないっすか、ちょっと寒いっすね、いいっすか、じゃあ閉めて、うん、草食べちゃうんだよ、うん、うまい、ハニーも食べろって、うん、ちょっと一服中、ありがとう、そう、大福中、本当はキャベツが食べたいけどね、キャベツ食べな、うん、湯がいていい、いいよ、卵うまっ、卵一番うまいかも、何ちゃそう、大口、うん、ちゃん、あ、いい、いいです、あんしてあげて、ちょっと私、うん、あの、ハニーちゃん、うん、お湯ちょうだい、お湯、味噌汁、そうだそうだ、作ってきます、うん、ついでに湯がいてきます、うん、でも私、ごめんなさい、あの、あの、なんだ、ああいうのがないんですよ、え、これカップにお湯入れて、ああ、こっちか、うん、よかった、作ってくれる、もちろん、ごめんね、全然全然、何から何まで、こっちね、うん、遠慮してんな、うん、サーモン、うん、サーモンくん、天気はね、俺が食べてやらないと食べない、美味しいね、うん、幸せね、リスナーさんのおかげだね、うんうん、見てるリスナーさんのおかげだね、うん、俺たちが幸せなのは、うん、ね、リスナーさんありがとう、うん、こぼちも言って、リスナーさんありがとう、リスナーさんありがとう、いいよって、うんうん、みんないいよって言ってくれてる、ね、いいよって、いっぱい食べてって、うん、食べ、うん、マグロ君好き、うん、いいよ、おいしい、うん、
いくら食べていい？うん。いい？うん。いくら？醤油かかってる、かけたもん、めんどくさいから、うん、もうにわか黙って醤油かけてるからもう、うん、全部かけてるからしょっぱいぐらいだから黙って、にわか見てねえからな、お前はもうかけてるから、うん、やめて、醤油かけろとかこれ以上かけらんねえから頼むね、後から来たやつ黙れ。アトムボーイとどっちが美味しい、うん、アトムボーイ、アトムボーイとこのお寿司どっちが美味しい、アトムボーイはね、いいですね、こっちですね、うん、アトムボーイに勝ちました皆さん、うん、ありがとうございます。よかった、子供の頃の思い出でアトムボーイに家族で行ったんだよね、うん、覚えてたんだよね、うんうん、もう亡くなっちゃったらしいよ、アトムボーイって、うんうん、知ってた、うん、潰れちゃったなんて、うんうん、食べ、うん、これ邪魔か、草が、これバランって言うんだけど、うん、これ取っちゃうね、バラン、これ何のためについてるか知ってる？この葉っぱ、うん、何のためにかい、うん、やってるか、うん、何のため、うん、え？仕切ってあるんですね、そう、正解、うん、何してんの、うん、何してんの、うん、天才家庭、うん、これ食べれないからね、いや食べて、うん、ネギ取り行く、無理やめとくか、うん、イカ行くか、うん、か、お待たせしました、うん、あ、来た、お味噌汁、これ冷蔵庫で取ってないよ、はい、かわいい、あとこれも、かわいい、これね、全然大丈夫、あ、ごめん、全然大丈夫です、あの、これを、これが頼むの、邪魔だこれ、何だこれ、これ、サクロバーにつけるやつ、あ、そっか、私のも、ちょっぼっちをめっちゃするのは頼んでないよ、うん、なんでヘイト向けんだよ、それだけでなんかないカップラーメンだよ、カップラーメン、味噌汁がないと俺言われて俺だけ飲んで、 あるよ、やめてよ、なんで俺だけ味噌汁飲んでんのみたいな、やめてよ、ヘイト向けてるやん、味噌汁飲む、うん、俺怒られてんだよ、うん、一人だけ飲んで、うん、飲む味噌汁、飲まないっけ、飲まないっすね、うん、ほら、うん、
なんかもう、いくら食べてもいい、うん、いい、いくら、うん、いい、食べて、うん、言ったらちゃんと毎朝やって、食べ、うん、炙りマグロ、マグロ、マグロ好きだ、マグロ好き、めっちゃ食う。お腹空いてた？うん、お腹空いてたの？うん、空いてた？うん、1時間ぐらい前に松屋で焼肉定食食ってたね。うん、お腹空いちゃう。うん、うん、大丈夫ですね。大丈夫ね、うん、大丈夫ですね。ま、卵食べていい？うん、卵、うん、食べ過ぎ？すいません。お腹空いてたんだもんだって。もう、じゃあ食べるのやめろ。食べ過ぎだって怒られちゃった。食べ、怒られちゃった。こっち食べて。食べ過ぎらしい。すごい。もちタバコ吸ってない。タバコ吸い。ライターは？こんなか。ライターねえよ。ライターどこやった？ライターどっかやった？ある？うんと。ライターがねえな。どこやった？ライター。どっかやった？うん、ライターどこやった、うん、さっき吸ってたよね、ズボンポケット、うん、いや、これに着替えて吸ってたっけ、うんうんうん、どこやったライター、うん、どこか下に置いた、うん、ないっすね、うん、ライターないっすね、どこやったやろ、ライターないっすね、タバコある？タバコあるけど、ライターないっすね、はい、どこだったんだ、うん、ある、あれ、あ、クボッチのあった、吸っていい、ね、酒飲んで、今日宴会だから、この後女の子来るから、うん、ね、スーパーコンパニオン呼んだから、うん、社長、うん、楽しみ、うん、ちょめちょめしちゃう、ちょめちょめ、うわ、来たこれ、山城翔吾来たこれ、うん、来たこれ、何が来た、うわ、あやちゃんです、あやちゃん、あちゃん130個、なっちゃん、むーちゃん、ありがとうございます、うん、来たで、これ
どう、うまい？うん、うん、寿司の後の酒と、あ、お味噌汁来たって、ポーチ、うん、お味噌汁来たから、はい、お味噌汁飲み、うん、ね、好きでしょ、うん、お味噌汁混ぜて、足で混ぜたよ、一応混ぜたって、うん、飲み、お味噌汁乾杯、乾杯、私は後ろでしたけど、うん、これ食べ、ハニー食べ、うん、ここいいの、うん、ハニーちゃんね、お寿司食べません。なぜならあのダイエットしてて、自分のね、なんかダイエットメニューがあって、キャベツ食ってる。ごめんね、ハニーちゃん食わせろ食わせろ湧いてくるから言っとくけど、うん、あのそれだけ見せてあげていい？ごめんなさい、うるせえんだわ、ハニーちゃんに食わせろって。なんか自分のダイエットメニューがあんだって、ささみとキャベツの温野菜。ちょっと汁が出ちゃった、うん、ごめんね、ごめんなさい、すいません、うん、食べないんだって、お寿司ダイエットしてんだって。オッケー、お庭がいるからさ、うん、ごまだれね。そういうわけで食べません、お寿司、うん、食べさせてとか言われるからさ。ここちゃん、お、あのもうちょっとこっち奥に座んないと落っこっちゃうね。うん、もうちょっと奥座って、ソファーの端っこすぎる、座るところが、うん、よっこいしょして、うん、味噌汁置いていいから。ありがとうございます。もうちょっと奥に座って、うん、奥に、そう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 、いいよ、ケツが痛い、腰が痛い、うん、灰皿あります、ここに灰皿あります、カンカンに入れてます、よかったね、ね、最初どこ連れて行かれるのと思った、怖かった、うんうん、怖くなかった、ちょっと怖かった、うんうんうん、ちょっと怖かった、うん、怖くなかった、うん、本当、うん、お尻直したらいいね、あとね、うんうん、病院行く、うん、行く、うん、行かないっす、うん、病院嫌いな、あのね、イエスとノーの時の運の、うん、運の、うん、強さ、うん、強弱があるんですよ、うん、イエスの運は結構強めなんですよ、でノーの方の運が弱いんですよちょっと、うんうん、だからそこで、会話しないとダメですね、うん、何でも運って言うんですよ、うんうん、弱い方の運がいいえなんですね、うん、ノーなんですね、うん、運がいいえ、うんうん、たまにでも喋るんですよね、うん、ね、そう、だんだん分かってくる俺、うん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 、ね、今の日本の総理大臣の名前教えたでしょ、うん、誰、うん、教えたよね、うん、
誰？なんかさ、なんか今令和6年ね。うーん、今昭和だと思ってる、もしかして、うん、昭和だと思ってる。うーん、平成だと思ってる。平成、平成だと思う。うん、今平成何年？平成何年今？何年？え？平成20何か4年か24年です、正解。平成24年、総理大臣は総理大臣はね、総理大臣、なんてやつ今、日本のトップ、なんてやつ、中国人、正解。中曽根正解。でも久保地ね、残念なお知らせがある。中曽根さんね、2019年に死んじゃってんだよ。誰かやんなきゃいけない。誰やる？総理大臣。誰がやったらいい？次の候補考えて。長瀬の次。誰やる？誰がふさわしい？誰になってもらいたい？政治家いる？誰がいい？選挙行かなきゃいけない。日本国民が決めないといけない。次の総理大臣。誰する？誰がいい？麻生がいいか、竹下がいいか。誰がいい？私。誰する？モンジョリか。モンジョリでいい？モンジョリにするか。モンジョリにするか。モンジョリにしようじゃん、モンジョリで。な。モンジョリにしようじゃん。次の総理大臣決まりました。モンジョリです。モンジョリが日本の総理大臣になります。藤沢奈々です、おめでとうございます。拍手。藤沢奈々が日本の総理大臣、今度藤沢奈々会わせてあげるね。藤沢奈々会いたい、今度会わせてあげる。今度行こう、東京行こう今度、ね。明日行っちゃうか、車で。明日行く？東京。ね。明日予定ある？仕事とか大丈夫？打ち合わせとか。何もない。奈々ちゃんち行くか明日。ね。ハニーちゃんも来たい？行きたいよ。眠い？もうご覧するか。もういつも9時ぐらい寝てない。お、お、大丈夫？お、死ぬの？大丈夫？お、お、え、大丈夫？お、お、死ぬ？大丈夫？大丈夫？ね、ちゃん連れてくか。関東上陸するか明日な。お、大丈夫？お、なんか詰まった？どうした？大丈夫？お。
大丈夫出そう、うん、何が出るの大丈夫大丈夫大丈夫笑ってるんだけど笑ってる、うん、わざと、うん、かまちょかまちゃんし、うん、心配してほしいの、うん、違う、うん、飲みすぎた、うん、水あげてお茶飲む、うん、お茶飲む、うん、いらないどっちお茶飲む飲まないですね飲まないですねいらないですね水は飲まないいらないですね水より酒がいい、うんうん、男に二言は、うん、チッ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 チ男に二言はないないですねないですねないですねないですないですねトイレはおしっこないですねないですねないですねこっちさ、無呼吸の可能性もあるよね。すごいいびきかくんだよね。俺もだけど。うん。気使ってる。あっち向いてこれするかじゃあ。うん。あっち向いてできる、うん。こっち向いてちょっと。こっち向いて。いくよ。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。あっち向いてぽい。食べた。よかった、うん。お寿司残ってるけどいらん。もう蓋閉めといた方がいい。うん。ちょこれ閉めちゃって。はい。おにぎりにしちゃうこれ。いや涼しいところに置いとけば大丈夫でしょ。うん。もう一回やるかじゃあ。うん。もう一回。じゃんけんポン。はい、これしょ。あっち向いてほい。じゃんけんポン。はい、これしょ。あっち向いてほい。もうすげえこれリアルタイムで見てる私。すごい。なんかついてるよ。ボンついてる。もういいっすか。もういいっすね。やらないっす。やらないっす、うん、はい。味噌汁飲んで。うんうん。味噌汁。うんうん、味噌汁もういらないっす。もういらないっす。はい。了解っす。明日美容室行きたいね。都会でも都会都会か。都会行く。うん。明日。うん。都会や。行こうね。うん、で、いいね、月曜日、今日何曜日？日曜日？明日か。どこへ行って、春枠か。明日。春枠。春枠？うん。春枠行く？うん、ね。何が仕事は？警備員？うん。ガードマン？うん。やる？ガードマンやる？うん。やるか。うん。まずまず。ここ行って。本当は働きたく、うん、ない、うん。働きたくない。うん、働きたい、うん。働きたい。うん、じゃあハローワーク行く？明日。
なんか予定ある？うん、住み込みで、うん、行くか、うん、うん、じゃあ社会復帰しよう、うん、ね、うん、こっちごちそうさまならここ入れて、うん、うん、これごちそうさま、もういい、うん、忘れちゃう、うん、ごちそうさま、はい、はい、かわいい、いいよ、そのままポイして、え、お箸は、うんうん、あ、ダメだ、お味噌汁飲まなきゃ、いらない、いらない、無理しなくていいよ、うん、いる、うん、飲む、くぼちゃん出されたもん絶対食べるからね、残さない、利口さんだ、うん、絶対全部完食するから。お寿司は？もうすんな。そうか。くぼちゃんも働くことになったからな。な。お母さんも喜ぶわ。直樹が社会復帰するって。じゃあちょっと私、うん、あのこのまま、うん、あそこ行きます。どこ？コインランドリー。コインランドリー行く、はい、大丈夫、一人で大丈夫っす、ごめんね、全然いいっす、何から何まで大丈夫っす、申し訳ない、うん、これクボッチのコロコロに入れとくね、うん、これは私がもらったやつか、うん、ハニーちゃん明日大丈夫、休み？あ、大丈夫です。仕事じゃない？大丈夫です。大丈夫？はい。なんか食べたもある？うん。うん？うん。ない？うん。ある？ないですね。ないですね。うん、明日散髪だね。東京行くか。明日。東京行く？東京行くか。で、寿司をもういいだろ。食べたくない。お腹いっぱいも。うん、寿司食べる？まだ食べれる？なかなか食べないですね。うん、おせっかいコメントやめて、もういらないって、もうこの前に焼肉定食食ってるから、松屋で食いすぎだから、やめて、おせっかい、もうめっちゃ食ってるから、黒すきこまじゃん、病気になっちゃう、うっさい、コーヒー飲む、うん、コーヒー、うん、大丈夫、大丈夫ですね、トイレ大丈夫？うん、おせっかいだから、もういい加減にして、いらないから、そんな、酒がいいんだよ、酒が、寝っ転がる、寝っ転がりね、うん、ゴロンして、うん、そこに、うん、そっち真っ暗、うん、寝っ転がる、ゴロンして、腰痛いから、うん、ね、うん、せーの、うん、どこ痛い？痛くない？大丈夫？
どう楽？うん大丈夫、うん、こっちの手埋まっちゃってるわ、うん、こっちの手さあどう、うん、楽、うん、大丈夫、うんもう毛布かけてあげて久保ちゃん、また酒飲みたいもしかして。うん起こすか、うん、酒飲みたいごめんね、はい、酒飲みたいの、うん、ごめんごめんこれ飲んじゃダメだよ。これ入ったら、これお酒、これタバコ。可愛いね、うん、自分で可愛いって分かってる、うん、分かってるでしょ、うん、あざといね、うん、じゃあお願いします、うん気をつけてね。はい。一回また。あ、これなんかさ、掛け布団みたいなのある？なんか寝転がった時に。どれ使っていいの？それでも使っていいじゃん。それ使っていいの？はい。あ、じゃあ、こっちここに寝てもらおう。うん。はい。今日。え？うん？お泊まり？うん。嘘。え？え？あ、お泊まりダメか。スクボット二人？いや、俺と三人で。え？マジっすか？うん。ダメ？いや、ですけど。うん。ベッドここで持って、私は、うん、え、娘の部屋で寝ます。でも、せいさんここで、うん、ここってどこで寝る？ここしかないですよ。ここでいい？せいさん、お風呂は？あ、耳掃除？変装する？あ、あんちゃんです。お風呂どうしようかな。あの近くにあの銭湯ある。あ、じゃあそこ行くわ。うん。うん。暑くな汗かいてるよ。うん、とりあえずコインランドに行くわね。うん。それから話は。うん。はい。耳掃除してあげるかじゃあ帰ってきたら。耳掃除は自分でしてください。うん。耳掃除やめとくか、うん、はい、あ、自分でできる耳掃除、はい、自分でしてできる、自分でやったことある、うん、できるよね。いつ最後やったの？うーん、え、娘さん帰ってくる？あ、今日は帰ってこないです。帰ってこない、はい、あ、ティッシュいる、ティッシュ、うん、ティッシュはこっちのここ、ここにあるね。痛み止めもあるけど飲む？うん。ロキソニン飲む？どっか痛いでしょ？痛いどっか。でも酒飲んでるからな。ああそっか。やめとくか。やめとく？うん。じゃあ持ってく？あるから痛いとき飲む？僕が吐くし。なんて？やめとくといいね。酒飲んでるし。うん。じゃあ。お薬じゃなくてお酒飲んでないときに飲んでね、うん、後でね、うん、とりあえず回してきます、うん、時間が入るので、うん、今日ここで泊まれるからね、うん、ここで寝れるよ。
最高じゃない？ね。今日だけね。うん。うん。明日野生に返すからね。うん。味噌でやってごらん。うん。ホテル。ホテル。ホテルのがいい。そうでしょ。こっちホテル入れる。そうするか、ホテル行くか、綺麗になったしホテル、ガチでホテル行く。じゃあ俺の泊まってるホテルまで連れてってもらおうか。そうする、コインランドリー終わったら。そうする、ホテルがいいか。綺麗になったもんな、これ大事だよね。ホテル行ってもね、綺麗になったしね。耳掃除やった？うん。綺麗になった？うん。ちょっとしかやってないよ。うん。もっとちゃんとやんないと。うん。髪の毛こうやって耳の上にかけて。うん。かけてからやんないと。そう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 。うん。二人でホテル行くかじゃ。な、兄ちゃんも疲れるもんな。そうそう。俺が面倒見るわじゃ。直樹。うん。俺が今日ホテルに泊めさせてやる、うん、な、うん、コインランドリーあげた、にわか黙ってあげたから。明日髪を切るぞ、うん、ね。今度ね、奥まで、手前しか。ビビってんの、うん、もっと奥まで入れないと、うん、ビビりすぎじゃない、うん、やったことないでしょ、耳掃除。めっちゃ汚いやん、うん、ティッシュの上に置いて、汚いやつは、うん、手前こちょこちょしかやんないの、赤ちゃんじゃないんだから。人の耳掃除できないよ、できないよ。ホテルついんじゃないの、シングル。でもホテル行くときにあのゴミ袋をどうする、バッグじゃないんだよ、ゴミ袋で、どうするよ、はあ、どうするんだよ。リュックなんかあるか、ドンキで買う、どっか。捨てる？ハニちゃんあれマント洗いに行ったんかな？ベンツに赤やろお前、メルセデス赤やろお前、それ赤やろ。コインロッカーぶち込む、新しいやつ。すぐ真っ黒なんで、昨日買ってもう真っ黒だね、昨日買ったのに。どうすんの、本当は犯人仕事マジかよ。あかんわじゃあ泊まり。
あかんわ、じゃあ今日ホテル行くぞ、今日ホテル、うん、な帰ってから車で、うん、ホテル行くぞ、うん、もう タクシーで行くか、もうタクシーで帰ってから、タクシーで、ハニーちゃん疲れてるから、うんね、ピピちゃん大丈夫大丈夫、タクシーで行くわ、もうこれ以上目かけらんねん、うん、ダメだ、タクシーで行くわ、ね、もう今日野生に帰ろう、うん、ね、明日か、明日、今日ホテル、今日ホテルね、明日野生に帰ろうね、どっちがいい、こっちは、うん、こういうね、家で寝泊まりするのか、うん、外で野宿するの、うん、どっちが好き、うん、どっちがいい、あったかい部屋で寝るのか、柔らかい布団で、うん、コンクリートの硬い上で寝るのか、どっちがいい、うん、外と家どっちが好き、どっちが好き、こっちは、うん、家のが好き、うん、家がいいよね、うん、外は寒いよね、うん、コンクリート硬いよね、うん、嫌だよね、いや、なんかこだわりがあるのかなと思って、いや俺はそんな家とかいらないしとかさ、いや俺もう一人で生きていくって決めたんで働きたくないしみたいな、そういうのがあるかもしれないじゃん、なんか美学がもう侍みたいなさ、もうそういう世話になんないですねみたいな、いらないですねみたいな、うん、分かんないじゃん、聞かないと、でも働きたいって言ってるんだよね今ね、クボチ、マジで働きたい、うん、働きたい、もう一回働いてお給料もらってちゃんとした、うん、ボロいアパートでもいいから住みたい、働く、うん、あ、絶対バックれそうだわ初日にバックれそう絶対やめるわ今の運は、形上はいや働く気はありますよみたいな感じの運だったわ今、バックれるわ 100% バックれるわ、野生に帰るわすぐ、うん、無理やな、病気だしな、働くのやめよう、うん、ね、今の強い運は本当のやつ、イエス、イエスの2028番何言ってんの、何つってんの、何か言ってる、2028番何つってる、ひどいコメントしてんの、ダメだよ、なんつってんの、わかんねえ、いや生活保護は受けたくないっつってる、生活保護受ける、うん、受けたくないの運だね今のは、うん、受けたくないよね、うんうん、強い運でしょ今の、わかった、今の違い、うん、分かった、うん、生活保護受けたくないよね、うん、今のは運、強い運、生活保護受けたいよね、うん、分かる、うん、分かる、今の違い分かるよね、うん、一緒じゃないんだよ、分かる人には分かると思う、うん、あ、丸かバツのプラカード、あー、なるほど、でこっちがイエスかの、白と黒、黒持ってこれ、白持って、こっちがはい、こっちがいいえ、イエス、ノー、オッケー、丸、バツ、丸が白、バツが黒、オッケー、うん、生活保護受けたい、受けたい、ノーがこっち、イエスがこっち、丸×、
生活保護受けたい、受けたいか。こっちが丸、×、どっち上げて、どっち、×、×って言えるんじゃ、言えるんじゃ。こっちは上に上げて、上に上げて、×の方上に上げて、手を上げんの、手を上げて、×の方こっち上げ、手に上げて、手上げて、手上げてください。そう、こっちは×、×っすね、言っちゃってんだよね、×ですね。生活保護受けたくないよね、受けたくない。じゃあ下ろして下ろして。じゃあ働きたい、働きたくないか、丸か×。働きたい人は丸、働きたくない人は黒×。働きたい人は白、働きたくなかったらこっち×。どっち、手あげて。働きたくないよね、×ね。働きたくない。じゃあもう ホームレスでいいのね。丸はこっち、うん、×はこっち、うん、ホームレスでいい人はこっち手あげて、うん、丸の方あげて、うん、ホームレスですね、うん、自由がいいのね、うん、ボタン押さなくていいんだよ、ボタンは、うん、うん、OK、 分かった、うん、覚悟は決めてるわ。もう働きたくない、生活保護受けたくない、うん、野生が好きなんだよ、だから。うん、外と家、うん、どっちがいい？外と？外と家。誘導入ってた？誘導入ってねえよ。うん。うん、かな、やっぱ外ですね。外っすね。人に喋れる時もある。外がいいのはなんでなの？やっぱ人に迷惑かかんないから。気楽？気楽？うん、気楽だから、うん。外がいいんだって。外だって。家に帰りたくない、うん、実家、実家には帰れない、うんうん、なんでお母さんが喧嘩した、うんうん、喧嘩してない、うん、喧嘩したでしょ、ぶっちゃけ、うんうん、喧嘩した、うんうん、お母さんと、うん、してない、なんで帰りたくないの、お母さんのとこに。お母さん家にあるんでしょ、お母さんもホームレスなの。うんうん、お母さん生きてるよね、わかんない、会ってない、うんうん、会ってない、うん、何年ぐらい会ってない、うん、まあ、こっちおった間会ってないですね。なんてこっちおった間ずっと会ってないですね。ちょっとの間ずっと会ってないですね。ずっと会ってないです。なんかトラブル起きた、うん、喧嘩した、うん、トラブル起きた、うん、どういうトラブル起きた？お金買ったけどね。お金買ったけど、うん、心遣い、ありがとうございます。なんか離婚したりした？結婚してないよね、一回もね。した？結婚、うんうんうん、結婚はしてない、うん、した、うん、してない、うん、してないですね、してない、独身。明日お母さんとこ会いに行こうか、うん、ねえ、いい、わかる、うん、自分ちわかる、うん、どこ、何区、森山、うん、実家わかるの、うん、どっちだ、中村、中村くん、中村くん、一軒家、マンション、アパート、うん、
マンション一軒家。ああ、ないか。ないっけ。ないっすね。お母さん生きてるかな、本当に。生きてる。そう、生きてる。本当に。くぼっち52歳でしょ。お母さん生きてたら70か80ぐらいか。生きてるかな。前行ってた中学校どこだっけ。法政中学。高校は高校ないっけ。行ってないっすね。ないっけ。ないっすね。行ってないの。行ったけど潰れちゃった。廃校。行ってない高校。中卒。最終学歴。中卒っすね。中卒。どんつく来た。花火。わかんねえ。なんだ。アラちゃんかな。アラちゃんのやつ。いや昔の仕事はガードマンだよね。ガードマンだね。高卒じゃない。もう眠たい。横になるか。大丈夫。なんでホームランしたんだか。で、大門買ってたらしいね。幼少時代。大門買ってたんだよね。トイレ行ってないんだよ。お酒あれ、今日飲みが悪いな。全然飲んでない。全然飲んでないわ。ちょっとしか。全然飲んでない。しんどい、ちょっとしんどい、全然飲まなくなった、どうしたの。わけしててえわけしててなんつってんだ、なんつってんだ、バッチシですね。バッチシって聞こえたの。バッチシですねって。バッチシですねって。名古屋弁何バッチシって。バッチシって何。大丈夫ですね。あ、体調バッチシ。バッチリ調子がいいよってこと。お水いらない。いらない。大丈夫。じゃあ、この薬飲まないと。ご飯食べたから。俺も薬飲もうっすね。俺薬飲もうっすね。飲んでっていい。ハニーさん、コインランドリー行った。疲れたんか、お風呂入って。ちょっと疲れた。大丈夫。疲れたんか、お風呂で。そう、コインランドリーのぼせちゃった。こっちたまにさ、 あっちの方見るやん。なんでな。遠くの方見るやんか。明日の日本を考えてんの。見て。そう、明日日本どうなってるかな。何を見てんの遠く、こうやってなんか考えてる。何を考えてる。
パチンコ？おお。パチンコイベントとか。イベントとか。イベントとか考えてる。パチンコ好き？パチンコ。あの。好き。何が好き？パチンコ。パチンコはね。うん。どう。ロトが好きだ。ロト6。好き。当たったことあるの？ああ。ある？うん。いくら？2億？うん。6億？結構。結構当たってんの？うん。天才なの？うん、分かんない。天才？うん。ないから。ないですね。当たったことないですね。水飲ます。水飲まないんだからいいじゃない、うん、ベトナムしょうがないって。無理やって。語れへんよ。ベトナムはもうチートやんか。無理やん。こんな90万とか語れへんよ。90万とかスイーツ潰されてるやん。しゃあないやん。無理やもん。無理やん。うんち投げ真似ろ。うん。負けてもね悔しくないわ。全然大丈夫。ベトナムやばい。無理です、うん、あ、ナイス。養分押してくださいね。養分に寝たかもしれない。ちょっと待って、寝たか。寝ちゃった。寝ちゃった。嘘やろ。嘘やろ。なるほどね。寒さに慣れててるからちょっと暑いぐらいなのか。ここちょっと暑い、うん、暑い、うん、暑い、うん、ちょうどいいですね。ちょうどいいですね、うん、こっち歯磨く、うん、行こうぜ。うん、大丈夫っす、うん、いっか。歯は別に、うん、だって磨く歯ないもんね、うん、何本ぐらいの歯開けてごらん。歯口開けてごらん。ありますね。ありますね、こうじゃない。ねんねしないもん。寝て。
寝ちゃっていい、うん、夜更かしする今日うん夜更かしするか、お姉ちゃんとこ行くか、キャバクラ行くか、キャバクラ、キャバクラ好き、うん、行ったことある、うん、キャバクラ、錦行くか、うん、暴れちゃうか、うん、うん、行かないっすね、うん、風俗はね、興味ないです。もう性欲ないんじゃない？多分。うん。ね、性欲ないもんね。欲がない。あ、おかえり。ハニーちゃん、どうした？エロいことかないさ。エロいことかないさ。どんな？どんなエロいことかないさ。ねんねし、うんうん、ねんね、小山ちゃんと寝てるか、うんうん、ちゃんと寝るよ、うん、小山、はい、修学旅行とかって、うん、先生の見回りかってこれ、修学旅行どこ行ったの？修学旅行。修学旅行。うん。修学旅行はね。法政中学の。あ、行こう。あ、行こう。あれです。東京かな。東京？ディズニーランドか。ディズニーランド行った。うん。よく覚えてるね。うん。ちょっと開けとく。暑くない？ちょっと暑いっす。ちょっと暑くない？なんか多分のぼせてると思う。のぼせてるか。うん。冷えピタするか。あ、ない。ない。水飲ませろっての。あ、これボロボロだ。どれ？手がつきそうか。あ、俺そっちじゃないんだよ。え、違ったっけ？ドデカバーじゃないんだよ。ビッグチョコの方。暑い？おでこ。暑い？暑いか、伸ばしちゃったかも。伸ばしちゃった？ロック氷。水あげて。水ある？なんか。水、お茶ある。水の方がいいかな。水の方がいいって言って。なんかある？あ、ごめん。
あるあ、ない、熱はない、大丈夫、うん、ちょっとしんどかった、お風呂入った、残せちゃったよ、ちょっと眠かったら寝ちゃう、血圧高そうだな、血圧、測ったことある？ハリちゃん、血圧つけある？あるよ、ちょっと測ってみようか、メディカルチェックしようか、ちょっと体温と、絶対高いだろうな、酒めっちゃ飲むじゃん、まず水ね、ちょっと水飲んで、うん、悪いけど、まあ、ハニちゃんよしくやるわ、水、ちょっと酒の方がいいんだろうけど、ちょっと入れ、うん、冷たいのがいい、うん、冷たいのがいい、うん、冷たいの、ちょっとこう入れたのか、ごめん、私が痛かったかな、大丈夫、熱くはしてないんだけど、で、200いってたら緊急入院、うん、え、いくつで緊急入院、血圧、はい、ボーダーラインは180で緊急入院、いっぱい飲んで、200やばい、180でやばいの、200で救急車ね、うん、大丈夫ですか、うん、じゃあちょっとせいじさん、うん、じゃあ血圧測るか、あのそのくぼっちの足元の底に血圧のやつが、うん、はい、後ろから見てもらって、ね、はいはいはい、気持ちいい、冷たい、これね、メディカルチェック貼ります、うん、これさ、服の上からでもいいの、ね、まくった方がいいの、私はいつもまくるけど、まくった方がいい、わかるかな、これさ、どこら辺までまくった方がいいの、肘の上、この辺でやる、結構上だな、うん、だんだんだと足の下かな、いや大丈夫、メディカルチェック貼ります、180以上で緊急入院です、ここがいい、ここがいい、行きます、いいですか皆さん、嫌なとこ行ってね、いいですか、行きますよ、ここだったら笑うんだけど、こんな生活して低いの、低い、まさかの118-78 嘘でしょ、低血圧正常、え、巻き方が悪い、え、こんな生活してて毎日酒飲んで、嘘でしょ、え、健康やん、笑ってるやん、え、健康なのこれ、脈がやばい、脈が111、え、巻き方おかしい、ちょっとおかしいよ俺、巻き方おかしい、ここら辺でやる、巻き方おかしいって言われたよ、
合ってる、正常、脈が速い、心臓バクバクいってる、肘より上、合ってるよね、うん、チューブよ、チューブが上、あ、なるほどな、なるほど、それで数字変わるの、チューブが上、あ、ほんとだ、こっちだった、ごめん、もう知らんかった、チューブが上だすごいね、なるほどね、変わらない、チューブが下だよ、逆、チューブが下だ、逆だ、今の合ってるよ、合ってるよ、セロに説明書書いてあるよ、あれ書いてない、書いてる、あ、チューブ下だ、チューブ下だ、下で合ってる、もうちょっと上でやる、上で、肘より上、腕が無事軽視不定視短いんだこんな手が太いなラガーマンかて、あ、これあやちゃんが名乗って、あ、待って、服の上からでもいいの、うん、上からいいよ、だって服の上からいいの、うん、あやちゃんがやりづらいもん、いやこれさ回んねえかも、腕痛すぎて回んねえかも、オムロンさんもうちょっと太めに作ってよ回んないよこれ、それ持っとかないと多分ボワって破裂しちゃう、オムロンさん無理やるわこれ、あ、10個来ました、あ、あ、ファンタジカです、ありがとうございます、ビッグベア誰だ、ファンタスティック、ファンタ来た、あーロシさんです、ロシちゃん押さえておけばいいの、うん、確かに私の友達もどうやってだからここでこれでそうそうそうこれでいいの、そうスイッチして、ほんと、うん、これいくよ、服の下って言ってるけど、こんなんでいいの、チューブの位置こんな細かいの、うわ剥がれそう、剥がれそう、やばいやばい剥がれそう、メキメキいってるうわ手が、エラーエラー出ちゃった測定不能ですエラーどうしたらいいの、チューブ下にしてるよ、チューブ下にしてるよ、本体置かないといけないの下に、オッケー、で 下に置くね、徹底で押さえるね、チューブは上、え、めちゃくちゃ高いぞ、
え、121-87。抑えてるからじゃないだって、あやちゃん。抑えてるから。どう？正常。脈が高い。俺やる？俺も回んないかも。俺も回んないかもしれない。チューブが上やんね。チューブ上やんね。眠いだけじゃねえのこれ。これ一人でやるのさ、至難の業じゃない？あれどうやってやるのこれ。あれどうやってやるの。あれ違うな、粘着テープが違うな。こうやんな。逆？ハニーちゃんやって。なんか違うな。逆、チューブが下だって。チューブが下だって、こうだって。こう、うん。こうだって。え？なんか違くない？合ってる、合ってる、そうそう、合ってる、うん、あ、合ってるんだ。いきますよ。うん。回る？全然回ります。くぼちで細い？全然細い。あ、細い。くぼち太すやん。うん、うん、行くで、ちょっと待って。俺の方が不健康なんだけど。高っ。嘘でしょ。高すぎ。え、なんでホームレスさんの方が健康なの。え、なんで酒飲んでんのに。なんで嘘でしょ。俺の方が不健康なんだけど。飲んでる薬飲んでるよ。やばない。俺の方が早死にする。え、ホームレス最強なの。マジ？薬飲んでんだよ俺。病院行く？緊急入院俺。うん、入院した方がいいよ俺。薬飲んでんだよ俺。え、どうしよう。あ、あんちゃん。どうしたらいい？なんでこんな高いんだろう。150円だって。やば。高いよね。下も高い。下が高い。もう一回。え、なんで？下も上も高い。きつく巻きすぎ？え、まだ高いんじゃない。ちょっと笑ってんだけど、人の不健康笑ってんだけど、面白い。こっち、うん、あ、やばいわ。やばいんだけど。あやちゃん高い。これ、え、ザマーみたいな感じ。こっちこっち、うん、高いって。ザマーでしょこれ。下が100ってやばいの。俺が救急車乗った方がいい。下がやばい。なんでホームレス最強なの。
え、やっぱ鍛えられてるから、いつも寒い中軍隊と一緒自衛隊の訓練と一緒で、うん、野宿で鍛えられてる、うん、強靭な肉体を持ってるってこと、うん、病院行くわ。頑張りすぎなのかな、配信長時間頑張りすぎ、高血圧、痛風、糖尿、久保ちゃん、健康、うん、健康ですね健康っすね。しかよ、ちょっと辞退しようかな、ちょっと明日もう大阪帰ろうかな、具合悪いわ、あれ大阪帰っていい、ちょっと寝たきりになっていい、ちょっとマンスリー頑張りすぎたかも、うん、ちょっと長時間やりすぎた。え、正常値ってどれぐらいなんす ?120 ぐらい、正常値いくら、年齢的にはもうちょっと低い、歩いてるじゃん、だって120、130以下、うんうん、上が120、下が80とか、眠たいみたい、ね、寝ちゃいな、うん、こっち、うん、寝ていいよ、うん、きついか、うん、きつい、電気消すか、うん、電気いいよ、もう寝よ。え、明日仕事なんだって。あ、とりあえず10時からは。10時、はい、じゃあ明日8時に起きて、はい、出よう、うん、8時、うん、で俺もホテルチェックアウトしないといけないし、うん、何時がいい、ここ出るの。俺たちもタクシーで行っちゃうよ。ああ、うん、忙しいでしょ、朝バタバタするから。何時出てたら助かる。もう今出てっちゃう、出てくか、ホテル行くかも。大丈夫、ハニちゃん、俺ホテル行くわ、うん、ホテル行く。